パチンコ業界の巨人、ガイアが倒産。その真相に迫る文章。皆さん、こんにちは。本日は、衝撃のニュースをお伝えします。パチンコ業界の巨人、ガイアがついに倒産しました。その真相に迫ります。まず、ガイアとは、長年にわたりパチンコ業界を牽引してきた企業です。その巨大な存在感から、多くの人々が、ガイアの動向に注目していました。しかし、今回の倒産は予想外の出来事であり、業界に大きな衝撃を与えました。では、なぜガイアは倒産に至ったのでしょうか？その背景には、パチンコ業界自体の変化が関係しています。近年、パチンコの人気は低迷し、若者を中心にプレイヤーの減少が続いていました。また、ガイア自身も、新たな施策や戦略を打ち出せず、競争力を失っていったのです。さらに、ガイアの倒産には、経済的な要因も絡んでいます。パチンコ業界は、過去には黄金時代を迎え、多くの利益を上げていました。しかし、最近では、景気の低迷や競合他社の台頭により、収益が減少していました。このような状況下で、ガイアは、経営の立て直しを図ることができず、ついに倒産に至り、たのです。このニュースに対して、ネット上では、様々な意見が飛び交っています。一部の人々は、ガイアの倒産を喜ぶ声もあります。彼らは、パチンコが社会問題となっていることや、ギャンブル依存症の増加などを指摘し、ガイアの倒産を、一種の正義と捉えているようです。一方で、ガイアの倒産により、多くの従業員が失業することも懸念されています。パチンコ業界は、多くの人々の雇用を支えてきた産業でもあります。そのため、倒産による影響は、業界だけでなく、地域経済にも及ぶ可能性があります。最後に、ガイアの倒産は、パチンコ業界全体に、大きな影響を与えることは間違いありません。競合他社は、今後、ガイアの市場シェアを奪い合うことになるでしょう。また、業界全体が再生するためには、新たな施策や戦略が求められることも事実です。以上、パチンコ業界の巨人、ガイアの倒産についてお伝えしました。今後の動向に注目が集まる中、パチンコ業界がどのように変化していくのか、私たちも、見守っていきましょう。皆さんのご意見もお聞かせください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。